豊福明文は日本の振付やダンサー、研究者、コンテンポラリーダンスカンパニー、マツーポス代表。福岡県久留米市に生まれ、6歳の時に福岡県福岡市で開催された1995年カキユニバーシアードの開会式、閉会式にて、子役ダンサーとして出演した経験を持つ。2007年に宮崎大学教育文化学部初等教育コース、 保健体育科に進学して、振付家で、同大学准教授の高橋ルミコ氏に指示、大学在学中にコンテンポラリーダンスに出会う。同大学で、舞踊学研究室の先輩である、小玉隆文と美野は総平が2006年に、マツーポスを結成し、豊福は2010年に、マツーポスの厳しい入団審査に合格している。マツーポスは、 グループの名称だけではなく、内容、方法も兼ねているとしており、高橋ルミ子氏の現代芸術的体育と、お茶の水女子大学名誉教授の松本千代絵氏が提出した創作ダンスのための課題解決学習に影響を受けている。様々な研究を基盤として活動しており、逆さから物事を考えることで新たな価値を創造する実践的研究を展開している。 アート空間に体育を展示、上演する試みを日本国内外で積極的に実践することを趣旨としている。大学生らによる創作ダンスの全国大会、アーティスティック・ムーブメント・イン・富山にて2年連続受賞。2018年にはアーティスティック・ムーブメント・イン・富山の最年少審査員を務めた。横浜ダンスコレクション EX2011 コンペティション2で 奨励賞を受賞。横浜ダンスコレクション EX2012 コンペティション1ファイナリスト。東京ソウルデュオダンスフェスティバル2014で一木賞を受賞。文化庁の平成26年度、新進芸術家海外研修院としてルーマニアで現代芸術的体育を紹介するレジデンスプログラムを実施している。マツポスとして14カ国35都市で作品を 発表している。マツつポス代表は2006年から2015年までは小玉が2016年からはと予服が務めている。マツつポスが2008年に宮崎大学舞踊学研究室から起業したアート NPO 法人宮崎 C ダンスセンターの副代表理事を務めている。拠点は、ん、ツつポスがデザインした日中は保育園の子供たちの体育館。 週末と夜はコンテンポラリーダンスを上演する劇場という二つの機能を持つ透明体育館キラキラ国際子ども青年劇場宮崎としている2018年12月に宮崎大学国際連携センターの客員研究員に就任している舞踊学会大会 w w w d a n c e r e s e a r c h a c 2 0 2 0年4月14日閲覧。海外交流事業でルーマニアを訪問する、振付やダンサーと洋服秋文さん。宮崎日日新聞。2015年10月1日閲覧。うまつポストは、ナームストロップス。2020年4月14日、閲覧。 アーティスティックムーブメントイントヤマ2012第17回奨励賞 https <th> コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ v=x グに swhpc2020 年4月15日閲覧躍動カレー創作ダンス高岡でアーティスティックムーブメントイントヤマ北日本新聞ウェブウェブンウェブンウェブン

東京、ソウルディオダンスフェスティバル、シェルフィッシュ。ヨーナカムラ、2020年6月16日閲覧。新進芸術家の海外研修、文化庁。www. 文化 .go.jp。2020年4月14日閲覧。研究者データ、豊福明文。日本の研究。com。2020年4月14日閲覧。 ダンスマガジン2021年9月号新書館 w w w s h i n s h o、ok、k n c o j p 2 0 2 1年8月4日閲覧作ろうマイアミューアミプラザ宮崎公式サイト作ろうマイアミューアミプラザ宮崎公式サイト2020年10月3日閲覧体とムービング美術手帳 2020年8月2日閲覧高松市美術館コレクションからだとムービング。インターネットミュージアム。2020年8月2日閲覧おすすめ展覧会イコール。高松市美術館コレクションからだとムービング。アートスケープ。2020年7月15日号へ閲覧日本放送協会。NHK ニュースイブニング宮崎 NHK。 NHK ニュースイブニング宮崎 NHK2020 年4月19日閲覧美の鼓動九州テレビ西日本テレ西ウェブサイト2020年4月14日閲覧市広法宮崎宮崎市宮崎市宮崎シティ2020年4月14日閲覧創作ダンスを世界へ移植集団ウマツーポス宮崎に拠点劇場3月 コケラ落とし公演。西日本新聞ニュース。2020年4月14日閲覧。海外交流事業でルーマニアを訪問する。振付やダンサーと洋服秋文さん。宮崎日日新聞社。2015年10月1日閲覧。ありがとうございます。